こんにちは。どうもどうもどうも、じゅんじです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はね、岩泉崎でな、岩泉正面に見える山はね、ブレーラ山、アイヌ語で霧のかかる山だと。ブレーラ山のね、そっつけえさは、裏の方さはあの龍泉洞がありますね。この信号ね、左さえ行けば町内で、右のおもどの方さね、向かっていきます。伊豆がね、ぬっくぐなったらあの龍泉洞もね、撮って紹介してみたいです。撮っていいんだべかな、おではねえどもね。もうペッコね、影響力があればいいんだって。今のままの底辺ではね、順次ですがったってどこのずさまだのって喋られるだけだ。この信号を左さえ行けばね、あの龍泉洞です。これまっつぐ行ってね、おもど方面さ向かえばね、途中であのおどもつうとこがあんがね、そこにあの道の駅岩泉ってね、あのジェラートがうまかったりするとこがあんがね、その道の駅の手前100メートルぐらいのとこさね、とんでもねえ店があつからねとんでもねえぞよ。だすけね、何がとんでもねえかね、今回ちょっと探検してみようと思ってね、やってきま、あ、これだな。りょ、これ見落としがちだね。はいと、着きましたよ、ゆうたけ食堂さん。何がとんでもねえんだべえな、楽しみだ。それでは、アイドカン。さーてと、おーらーまあ、全品600円だと。うわ、とんでもねえよこりゃ。どんぶりも定食もカレーもラーメンもどれでも600円だぜ。おらーまあ、今日はこれ、テグタンラーメン食ってみんかな。すいません、テグタンラーメン、はい、おぐれんせー、はーい。はいと、テグタンラーメン、これで600円だよ。小鉢もついで、まんまはてんこ盛りにしてんのね、盛りすぎだが3分の1にしてけろって、これぐらい頼んだドラドラドラ、あーうまーい、テグタンだ。ほどまるな、真っ赤っかだどもね、そこまではね、辛くないね。バランスのいい美味しさだね。ドラ、いただきまーす。うめ。これで600円だと？最高だな。止まるじゃ。はい、ということでね、行ってきましたよ、岩泉のね、ゆうたけ食堂さん。いやー、これはね、思うまいを通り過ぎてとんでもねえ店だほにうまかった。ゆうたけ食堂さん、儲ける気がねえなこりゃな多分ね、美味しそうな顔を見るのが好きが、もしくは腹がいっぺいでね、苦しむ顔を見るのが好きが、どっちかだな誰、テグタンラーメン単品だかと思ったらね、小鉢が3つついてきて、あとはね、でっけえ丼さね、てんこ盛りにまんま盛ろうとしてっからね、はすってって、母さん3分の1にしてけれって、そったにけえねえなって喋ってね。あとね、面白かったのは、俺の後に来たね、かっぷくのいいおどっちゃんが入ってきたの。
その人はカレーライス頼んだっけ。カレーのど飴のがんがって、カレーのって喋って頼んだっけもんね。そうしたっけ、あのよくあのバイキングなんかに盛るあのデカ皿にね、てんこ盛りのライスど、てんこ盛りのルーたまげだ、あれ2杯分ぐらいあんじゃねえの。まっとあっかな、それやっつけてだっけ。してばね、あどみくずぐれえ残したときに、そのかっぷくのいい旦那さんはね、ふーって思わず俺は吹き出してしまった。そうしたっけ、目がギロって見られたものね。してばね、裏にいた母さんが、あら盛りすぎたあったきゃ、はいってしたっけ、まだ俺は天狗たんラーメンほげ出すとこだった。あぶねあぶね。いや、ここさね、食いに来る人は気をつけた方がいいよ。あの女性とかね、高齢の人はまんま半分とか食べねばね、えれい目にあうからね。この天狗たんラーメンの味はね、盛岡あたりでいうあの焼肉屋さんにある温麺の味だね。天狗たんの味、これはね3回味わいだよ。最初にねスープで楽しんで、今度は麺で楽しんで、最後はね俺は猫まんまにしてね、クッパにして3回楽しんできた。こちらゆうたけ食堂さんはね、やっぱりあの年配のお父さんとお母さんとね頑張ってらっしゃいましたが、いつまでもね元気で頑張って、このとんでもね店ね切り盛りしてほしいものです。ということで、今回は岩泉のゆうたけ食堂さん紹介しました。コスパ考えでね、ここで600円出してまんま食って、次ジェラートを食ってね、そこも600円だったやっぱり俺は足りんずだったありがとうね、ごちそうさま。冬のリビエラ、男ってやつは港を出てゆく、船のようだね。てか、ほんだらね。バイバイ。